フォートナイトで紙パッチが入ったらしいぞ。楽しみだな。建築、どんな感じになってるんだろう。よし。じゃあ、いつも通りに建築の練習でもしようかな。まずは、えー、階段、床、壁、階段、床、壁と。そして、縦積み。あれなんか失敗するな。縦積み。あれ縦積み。 縦み、あれなんかおかしいぞなんか建築うまく立たないななんでだあれ縦みができなくなってるぞよしちょっとパッチノート見てみるか ふざけんなもう大概にせえよマジでこのゲームははい。ということで、どうも皆さん、こんにちは。もどかです。今日は、フォートナイトの、例のね、弱体化パッチについて、話していこうと思います。まあ、皆さん、Twitter とか、いろんな SNS で、見かけたと思います。YouTube でも。そうなんです。フォートナイトに弱体化パッチが入ったんですよね。ターボ建築の。 今までフォートナイトの建築というものはターボ建築に支えられてきたようなもんなんです。AR でバカスカバカスカ撃たれても守るものは何でしたかそうなんです。壁なんですよ。建築を、の壁をずっと張り続けることによってその攻撃を塞いでたわけじゃないですか。それが今回のアップデートによってできなくなります。なりました。 はい。これがいかにやばいことか分かってもらえたかな,かなと思います。冒頭の動画では縦積めができなくなったって言ったね。あの、競技者とかフォートナイトちょっとやり込んでるような人たちができる技術ができなくなったって紹介する、したんですけど、もうああいうのもやらずに、普通にフォートナイトちょっと AR とか打ちつつ隠れつつでたの、ちょっと建築室で楽しんでた人よ、人に向けに説明するとそういうことです。ミニガンとかガーって打たれるじゃないですか。 連続でね。で、それを守ってたのは、皆さんの壁だったわけじゃないですか。で、その壁が、ずっと張り続けても、弾が貫通して自分に当たる。みたいなパッチが、今回のパッチで入りました。いや、本当にやばいですね。あの、ロボット、弱体化入ったけど、ターボ建築なくなったら、6発だろうが何だろうが、食らうからな、普通に。で、ね、あの、ロボットの時は俺、こんな動画を上げなかったんですよ、別に。ロボット、確かにムカついた。確かにムカついたけど、 でもまあ今まで努力してフォートナイトであの築き上げてきた建築テクニックとかが別に使えなくなるような環境ではなかったしロボット壊しちゃえばよかっただけの話簡単に言えばねだから今までの自分の努力が無駄になるっていうのは一切なかったんですよだが今回のパッチによってその今までシーズン2からシーズン1からシーズン3からいろんな建築テクニックを 練習してきた人、たくさんいると思います。その建築テクニック、今回のパッチで一切使えなくなりました。これがいかにやばいかを皆さんに考えてほしい。本当にやばいです。今まで散々このゲームに命かけて、時間かけて、社会人やったら仕事終わりに練習して、学生やったら友達との遊び断って、時間かけて練習してきたものが一気に無駄になりました。それぐらいやばいです。 海外の選手たちもめちゃくちゃ文句言ってます。それぐらい今回のパッチやばいですね。プラスでやばいのは日本語のフォートナイトのパッチノートにその情報を書いてなかったです。0.05から0.153倍になったんですよ。建築立つまでの時間がね。でも、今回のパッチノート、日本語には書いてません。英語だけに書いてました。いや、本当にね、うーん、なんか、 今回のパッチに関しては、俺は入れちゃいけないパッチです、そっ急にね、もう、戻してほしいなっていうふうには思ってます。もうそれぐらいなんか、やっぱ、本気でフォートナイトに取り組んでた人たちに失礼なパッチやなっていうふうには思いますね。もちろんね、もちろんね、あの、フォートナイトは飽きさせないための努力をずっと今までしてきたし、環境の変化っていうのはどん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 させてきたわけ。させてきたわけやけど、別に今までのパッチが、例えばサイフォン、 でね、あの、50回復だと、だろうが、再展開が、あの、常設されようが、資材が500になろうが、今まで自分たちが努力してやってきたテクニックとかは別に無にならなかったわけじゃないですか。ただ今回のパッチになりました。これがいかにやばいかを皆さんに感じてほしい。本当に。なんで、まあ今回のパッチね、本当にエンジョイ税の人たちからしたら、 環境に適応すればいいだけやんっていう人ももしかしたらいるかもしれないですでもその人達ですら何これって思うようなパッチが今回入ってます本当にだからフォートナイト側としてはねロボットの時のそのユーザーからのヘイトに対するフォートナイトの公式から出した見解としてはあの初心者でもキルをできる何やろ体験をしてほしいみたいなことをつぶやいてたんですよ言ってたんですよね ただね、うん、今回も、フォートナイトってどっちかっていうと、初心者さんとか、新規層にもっとフォーカス当てて、どんどんその人たちもたい、なんか、キルをできる喜びを知ってほしいみたいな感じで今、やってるっぽいんですよ。ぽいんですよ。見てる感じね。でも今回のはさ、まあ、その人たちは確かにキルできるようになるかもしれないよ。うん。みんな、建築レベルも一緒になるし、で、エイムで勝負できるようにもなるしみたいな感じでね。 でも別に、フォートナイトのマップって広いわけでもないし、遮蔽物もなんかアホみたいにあるわけでもないし、もうそもそも木とか壊れるし、p u b G とか APEX みたいに遮蔽物を駆使して、地形を考えてやるゲームだったらまだわかるんですよ、今回のパッチ。でもフォートナイトってそういうゲームじゃないですやん。建物壊せますやん。銃で売ったら。まあだからね、本当になんか、 フォートナイトはまた他のゲームとは違ったところで競技、まあ、競技性ないんすよ、正直、このゲームに関しては。競技性っていう競技性はね、フォートナイトではないんすけど。でもやっぱり、そういうフォートナイト独自の戦い方っていうのがあったわけですから、シーズン3とかくらいからね、しっかりと出来上がってきたわけじゃないですか、その土台が。その土台が一気に崩れるパッチっていうのは、そりゃみんな怒るでっていう。もうだって、ツイッターのトレンドになるぐらいですからね、ターボ建築できないって。 海外でもなってると思いますよ。もうそれぐらいやばいんでね、本当にフォートナイトのこのエピックゲームスさんには、非常に色々お世話になってるし、申し訳ないんですけど、本当今回のパッチはマジでクソだと思います。本当にクソだと思う。別に、あの多分ね、エピックのジャパンの人たちが決めてるようなことじゃないんで、これに関しては。多分アメリカとかそういうね、あの人口が多い EU とかのチームで多分パ開発して色々やってると思うんですけど、 それにしてもさ、ちょっとひどすぎやしやせんかっていう、そういう動画です。はい。いや、本当になんかなーっていう <laughs>、なんかなーっていう。まあもちろんね、これに慣れて、やればいいっていう考え方もわかるんですけど、なんか土台を一気にバーンって壊されるようなパッチが入るとね、納得いかないよねっていう、ただそれだけの動画でした。 えー、もしこの動画よかったらグッドボタンそしてこのパッチクソだなと思った方はグッドボタンよろしくお願いします皆さんの意見とかもコメントでどしどし、えー、お待ちしているのでぜひともコメントしてみてくださいというわけで今日はこんな感じで終わりますさよなら